皆さんこんにちは。 TUJ ルームへようこそ。今回のゲストはやはり TUJ の理事会の理事を務めていただいております株式会社ハイポネクスジャパン社長の村上さんです。ぜひ楽しいお話にしたいと思います。最後まで見てください。よろしくお願いします。どうもこんにちは。こんにちは。理事会ではいつもありがとうございます。はい、ございません。なんか今日はですね、経営者としての立場のお話もそうですし、はい、ハイポネックスって皆さんご存知だと思うんですけれども、そうだったらありがたいですけれど、はい、ね、もうそろそろ、いろいろなこうヘチマだとか、はい、はい、ゴーヤだとか、はい、私も育て始めておりまして、はい、いつもお世話になっていますけれども、いえ、とんでもございません。どのような製品を使ってらっしゃるかお話しいただきます。ですね、ちょっとでは和菓子屋のことについて、はい、ご説明したいと思うんですけども、私どもは創立は昭和37年で、今年がたまたまなんですけど創立50周年ということでして、まあ、基本的には私どもは家庭園芸の肥料というもので、まあ、ここにあるような植物とかそういったものの肥料、まあ、肥料以外には農薬とか培養土とか、うん、そういったまあ家庭園芸の資材を中心に販売をしているんですけれども、今はちょうどご存じ通りのいろんなグリーンカーテンとかそういった部分で、はい、まあ、結構注目されている市場ではあるんですけれども、はい、去年もね、ゴーヤを育てている時にちょっとこうご相談したり、はい、させていただいたんですけど、ゴーヤ国だったかどうかわからないんですけども、でもあれですよね、やっぱりこう緑、自然、はいはい、今ですとね、新しいこう建築法なんかでもビルの上に、そうですね、やっぱ緑を増やしたりっていう、はい、屋上の緑化、屋上緑化とかいろんな部分とか、はい、しますね。やっぱりこう業界としても、はい、まあ、どちらかというと今後も、はい、成長を、まあ、期待できる、そんな感じなんですか。そうですね、私たち自身も、まあ、よく言われるんですけど、まあ、団塊の世代の人たちが、まあ、約65歳ぐらいですかね、の迎えられますので、60から65歳というとまだまだなんですかね、いろいろとやりたいことがある、退職されてというんですけど、そういった方が65歳を迎えられると、もうちょっと何かやりたいというところで、そういった方が800万人とか言われるんですけど、そういう方の一部の方が、うん、そういった家庭菜園を中心に、うん、そういった園芸の方にやっていただけるんじゃないかなということで、そういった部分で、まあ、積極的なビジネスアプローチというんですか、うん、今行ってはいるんですけれども、個人の方たちもそうですけれども、はい、まあ、私どもでよく言う B2C、はい、B2Consumer だけではなくて、はい、ビジネスとビジネスの方も、はい、例えば農業だとかそういったところも手を挙げてそうですね、はい、私たちも、まあ、ほとんどがメインは B2C なんですけども、実はそういった生産者とかそういったところとか、まあ、ところにはまた違ったもう少し大袋というですか、業務用というような部分のところでも私ども商品を送りまして、それが、まあ、そういった作った製品が、まあ、ホームセンターさんとか園芸店に送られていくというような、そういったものもやってはいるんですけども、はい、日本の、ね、農業そのものもいろいろ、はい、課題を抱えていますけれど、はい、まあ、近隣の諸国、はい、やはりこう日本 の、 その持っているいろんなテクノロジー、そういったものを、はい、やはり輸出していくっていう動きもあると思うんですけど、そうですね、肥料だとそういったところはどうなんでしょうか。はい、そうですね、今私たち会社としましては、いわゆる東南アジアの方にそのちょっと拡大を路線というのを広げてるんですけども、まあ、昔ですと例えば、まあ、そういったところではよく、まあ、父が創業者だったんですけども、海外に行って肥料を売ったら、私たちはもうこんな熱帯地方で植物が生い茂っているのになぜ肥料が必要なんだというような話でですね、全然もう相手にもしてくれなかったんですけど、今もう時代も変わってきまして、いろんな意味で植物をより早く、そして省力化ということで、人を、まあ、日本と比べたら当然現地の賃金は安いんですけれども、それでも省力化をしていくという中で、私たちのそういった肥料の新しいテクノロジーというものを注目していただけるようになってきましたね。これちょっと私たち昔とは随分変わった部分がありましたので、はい、ですから海外のものに比べたら高いんですけれども、その分私たち自身テクノロジーで人件費も削減できます、早く収穫できますよというような部分で、今業務用中心に今徐々に広げつつはあるんですけれども、どのような国が、そうですね、今中心にやってますのが、一番強いのが韓国、
ですね。それから香港、台湾、そして、まあ、これからはベトナムとかインドネシア、フィリピンとか、まあ、あっちの方に行くんですけど、うん、まあ、まず近隣の方から攻めていってはいるんですけども、うん、はい、その製品の優位性というのはどういったところに、はい、優位性ですか、はい、やはり先ほどもお話ししました通り、まあ、そういう安い商品ですと植物に対しての肥料というものが均一ではないものですから、例えば植物によって、まあ、個体差が出てくるとおかしいんですけど、うん、そういった部分の中では私ども製品の方がより同じものが育つということで、特に私たちはそういった育苗というよりもスターターって最初の部分のところでなんかは、まあ、ハッシュっていうんですけど、その段階なんかでは特に私どもの方が使われるようになってますね、うん、はい、ほんと知識がないので、はい、とっても基本的な質問になっちゃうんですけれども、はい、化学肥料と、はい、まあ、より自然に近いもの、はい、その流れは今どういうんですか。そうですね、今やはり時代の流れとしてはオーガニックの方が中心になってきつつはありますけれども、ただもうそれだけではいけませんので、使い方をやれば収穫とかいろいろなればやっぱり化学肥料もありますし、化学肥料がもう安全ではないってそんなこともありませんので、非常に安全なものということで私どもは作ってるものですから、ちょっと流れとしては特に口にするものでしたらその化学肥料っていうか大丈夫なのというような、その辺をまだまだ私たち自身しっかりと普及 しないといけない部分もあるんですけど、でこう一時期広告を非常に積極的に展開されていたということで、とてもしかもこう機能も、はい、会社の考え方も非常にこう、はい、分かりやすくね、ブランディングをこう、はい、されていらしたんですけれども、はい、その中でこうアジアに進出していくときにですね、はい、こうハイポネックスっていうブランドそのものはそんなに認知度は高くないかもしれないですね、はい、ただ、まあ、比較的私たち自身は他社に比べて、まあ、いわゆる、まあ、商標の登録とかそういったところの部分で抑えている部分がありますので、例えば日本の方がその私どもの買った製品をアジアに持っていかれたりとか、そういった部分がありましたので、うん、比較的そういった部分ではゼロとスタートではないんですけど、ですからこれから、まあ、より積極的にするには代理店を作ったりしながら、まあ、マーケティングをしながら、うん、業務用からコンシューマーの方へというような拡大はしていく計画はあるんですけどね、うん、その時にやはりこう日本 で、まあ、研究と開発された、はい、でそこに対するこう信頼だとか、はい、安心、はい、っていうものはどうなんですかね。もうこれはやはり私どものこの歴史的な部分もありますし、今特に日本では安心安全と言われる中での部分としては、特にコンシューマーの方では、家庭園芸では実際に、まあ、私たちが書いている製品のそういう推薦するようにもたくさん使われる場合が多いものですから、そういった部分では たくさん使われても植物には害のないようにという部分とか、そういった部分ではその辺は研究をたくさん積み重ねておりますので、うん、まあ、いわゆる肥料焼けとかそういうことはもうないような形はしております。まあ、生産者はちょっと意味がまた違いまして、うん、より経済性という部分の中ではちょっとコンセプトは違うんですけども、うん、もうそこで まあ、人材っていうちょっとお話なんですけども、はい、今日ちょっと少し前のですね、はい、日経 の、はい、朝刊の、まあ、一面でずっとシリーズで、はい、まあ、大学開国ということで、はい、記事が出ていましてね、ちょっと村上さんともこの話させていただいたんですけど、まあ、例えばもう教育の現場で対話型の講義というのが非常に少ないと、はい、でまあ、問題解決の授業っていうものも本当に欧米と比べると少ない、はい、でまたこう勉強する時間も極端に少なくてですね、なんか授業を入れても1日平均 4.6 時間ということで、まあ、非常にこう格差が、まあ、教育 その質の格差が非常に少ない、はい、またその中で英語の授業を実施している日本の大学というのは、はい、全体のこう27年度のデータなんですけれども、はい、27%、まあ、200校もないということだとかですね、はい、でまたその日本の企業が、まあ、内需だけではなくて結構外へ出ていくと、はい、素晴らしい品質、やっぱ安全性ということで、はい、もっともっとこう外に打って出なければ、はい、まあ、成長というのはこれからはないと考えなきゃいけないと思うんですけれども、
海外でその異文化の人と一緒に業務を遂行できる人材、はいはい、相手の話を聞いて自分の考えを持って説得する、そういう力がある人材っていう、はい、そこがまあ非常にもう枯渇していってるといった問題とかですね、まあ、本当にこの日経の一面で言われ、まあ、語れなくとも私どもそのテンプル大学を応援している理由はそこにまずあると思うんですけれども、はい、あれですね、お嬢様もね、テンプルで日本語で、そうですね、はい、勉強されていらっしゃるということで、はい、でこうお子さんを、はい、そういうアメリカのカリキュラムで、はい、そう教育を受けさせるっていうそのきっかけはどこに、あ、実はですね、私ロータリークラブに入っておりまして、ちょうど娘が高校1年の時に、まあ、付属の方に入ってたんですけども、滋賀の方に行ってたんですけども、青少年交換プログラムというのがありまして、娘が実はカナダの方に行ったんです、うん、それでですね、すごくそういった海外の、まあ、文化というんですかね、もちろん英語という語学も触れることになって非常に、まあ、興味を持ったということですね、まあ、戻ってきて、まあ、大学もあったんですけども、まあ、ちょうどたまたまテンプル大学の方 の、 その資料というのを見まして、あ、日本にいてそういったアメリカのそういったことが取得できるんだと、まあ、娘という部分が若干私もアメリカに行かせるのはちょっとこう当時は躊躇してたもんですから、じゃあいいことがありましたので娘に行かせて、まあ、行かせようということで、でも娘もまあ頑張って入ったんですけども、やはりそうですね、私はちょっとあまりこう古典とかいうのは苦手なんですけども、彼女でしたらやはりそういったそういう日本の良さっていうんですか、文化というものを海外からの視点で見ていくっていうことが非常に重要だということに気づきましてですね、そういうことで勉強することによって非常に今彼女も楽しく学生生活を送ってますけれども、いっぱいのたくさんのその外国人の方ですか、もう外国人というとおかしい、日本の方以外の方とも友達もでき、そしてまあビジネスチャンス、ビジネス仕事、将来ですね、学校の方に行こうと思えばアメリカの方のフィラデルフィアの方の本学にも行けるといういろんな可能性を秘めたということで、彼女も本当に喜んで楽しんで今生活を送ってるんですけど、娘さんって本当幸運ですね、はい、親御さんが積極的にそういった、ね、教育を考えていただくということで、ここにもこう、はい、例えば寮、はい、寮を、まあ、日本人学生と留学生を同室にして、はい、まあ、そこでこう文化や生活習慣の違いや交渉術を学べる多様な、はい、背景を持つ人が一緒に学ぶところから、まあ、多様性が生まれるなんていうと書いてありますけれども、はい、おっしゃるようにテンプル大って、まあ、半分は日本人、半分はまあその他の国籍の方っていうので、非常に多様なね、はい、環境が、まあ、本当東京の都心のど真ん中で、それがいいですね、ね、体験できるっていう、はい、そういうことを、そういう、まあ、機会が本当にあるっていうことなんですけれども、はい、まあ、ハイポネックスジャパンもこうその海外展開されるっていう、はい、人材についてどんなふうにお考えですか。そうですね、今私たちは まあ、先ほどもお話ししましたが、海外戦略をする中で、一つ、まあ、製造拠点を作ろうかなというように今考えておりまして、実は動いてはいるんですけども、まあ、その時にじゃあ人をどう採用していくんだという時にですね、やはり現地の方を、まあ、まず採用していくということを考えないといけないんです。いろんなそういった日本のマネジメントとかそういった部分もありますし、例えば現地の方を採用するにしてもその辺のノウハウというのは分からないんで、まあ、最初はそういった部分では彼らが日本人であって現地に長年勤めた方を私たちはまず探していこうと、まあ、これ探せばあると思うんですけども、ただそれだけでは企業としてはいけないと思います。私はやっぱりこれからそういった次に本当に送る優秀な方っておかしいですけど、若い方をその現地へ送っていくということが絶対に必要だと思う、向こうの方にずっと任せるんではなくて、そしてそういう中で教育をして、そしてその現地でやって、まあ、私どもの会社 その何ですか、方針というのに合ったものをやり、そして彼らのカルチャーをアレンジしながらという部分で一緒にこう作り上げていくという形っていうのがいいのかなというふうに今は進めてはいるんですけど、あ、そうすると本当若い人材は今から本当に育てられて、絶対にこれから必要だと思います、特にアジアの方なんかでしたら、はい、これから注目していくっておかしいですけども、そうですね、
特にこう日本人が考える、はい、こう標準というか、はい、スタンダード、それをこう本当に日々の業務の中で生かしきってもらうという意味では、はい、教育が非常に重要になってきますね。重要だと思いますね。そのよく考えるんですけど、まあ、昔はそのジャパンスタンダードっていうのはその、まあ、ハイクオリティで安くてハイクオリティであるということで経済成長してきたと思うんですけども、今はもうそれだけではもう成り立たないなくなってきている中で、まあ、スーパーロープライスというんですかね、ものすごく安いものか、もしくはもう本当に付加価値の高いものというような独創的なものという、このいったところの部分でならないと、単なる安くていいものっていうのじゃ生き残れない中で、これから私たち日本はそこのところに挑戦していかないと、はい、なかなか競争に勝っていけないんじゃないかなというふうに思ってます。その今おっしゃった両極化の中で、はいはい、そのハイポネックスジャパンとしてのその、はい、まあ、現地ではハイポネックスインターナショナルかなか分かりませんけれども、はい、まあ、方向的、戦略的な方向はあるけれども、はい、固めてはいらっしゃる。そうですね、やはりそこはちょっと欲張りなのかもしれないですけど、両方取っていかないといけない、うん、やはり安くていいという海外の方でしたらそういったものも作らないといけませんし、また高いものについてはちゃんと支持せお客様がいますから、そこのお客様に応えられるもの、それは多少値段が高くても順応で買っていただける商品を提供するして続けるというのは私は大事だという、そういうマーケティングを持ってはいるんですけど、一つやつマーケティングは大きなこう鍵になりますね。もうこれからはどうですか、その今日本で一番これから必要なことじゃないですかね、マーケティングというのは、まあ、アメリカからなんですかね、その導入されたものが今できてきつつありますけど、ますます日本にはそういったマーケティングというのが重要な部分、キーを握るっておかしいですけど、というように私は思ってはいるんですけど、ね、まあ、一つにそのこう企業ブランドがあり、はい、でそこにやっぱ製品っていうブランドもありますし、そして物を作るというプロダクトもありますので、そういった部分が3つがうまくかみ合わないと、はい、なかなか競争には勝ち抜けないなというふうに思ってます。でその欲張りの会社はその付加価値、はい、ターゲティングも非常にこう鮮明に分かれてますしね、はい、そうですそこをね、はい、しっかり抑えつつ、はい、新しい市場に、はい、まあ、こう挑んでいかれるっていうことで、そうですね、じゃあテンプル大のこう学生って、はい、海外から来てる方たちも本当に日本語一生懸命勉強されてますしね。前回キージェルームに、はい、出演していただいたアマゾンシー、ジャパンシーを、ジャスパーも、はい、その時初めて日本語聞いたんですけれども、非常にいいお話を日本語にしていただきましてね、で自分でやっぱりこう学んだんですね、近年になってから、ですからそういう、こう意欲的な方たちがいらっしゃるので、まあ、そういう意味では日本人に限らず、はい、まあ、そういう人たちをちゃんと日本の、はい、まあ、価値を強みを伝授しながら、はい、成功にやっぱりこう導いてくれる次なるリーダーそうです、ね、ということですから、TUJ の学生もあれですかね、こう対象にはもう間違いなくありますし、私はこれから必要な人材の中でそのまずその物おじしない方というのが私は必要なのかなというように思っています。なかなかその瞬間的にそういった人を見極めるとは難しいんですけども、まあ、これから海外のもう派遣優秀な社員の中では物おじしない人すると、大切なことというのは最後までやり抜くということじゃないですかね。そういうような人を選んでいきたいですし、 TJ さんでもそういったところの部分が育っていくということに対して、うん、私たち自身もそれには支援していきたいなと思ってはいるんですけどね。物おじしない、はい、最後までやり抜く、やり通しちゃうというですね、この2つというのが私は大事だとは思うこれね、今のね、力強いメッセージにちょっとびっくりして落ちてきましたけれど、このビデオ収録は編集ゼロですから、皆さん今日本当にね、いいお話ありがとうございます。お役に立てでしょうか。本当リーダーシップ、ハイポネックスジャパンの、まあ、村上社長が求める人材ということで、はい、でこの間ね、AU の社長 の, ボブ、はい、ノーディーさんもおっしゃってましたけれども、
やはりこう彼が最初日本に来た時に言葉もわからない、文化もわからないけれども、はい、自分っていうものをしっかり持ってこれからやっていくんだっていうことをやっぱり着いた時に自分の中でこう確信したとおっしゃってました。それになると本当物落ちしないでやっぱり自分を持ってらっしゃるっていうことで、ちょっとその時のお話を今、はい、思い出しました。思い出された。あ、そうですか、はい、あとはもう一つちょっと申し上げたいのは、なんつうの、この日本よく新聞なんかではその経営の中で意思決定が遅いとか、あとはすごく批判的な部分があると思うんですけど、私はそういうあんまりこう批判的な考えよりも、そのマネジメントスピードを上げていく、いける会社の組織のを作るべきであって、全てが意思決定をどんどん早くするということだけで、が全てじゃない、どんどん早く決定すれば会社は良くなるというようなことじゃないわけですから、そういった部分の中で常に意識の中で行動していくということも私は大事かなというようには思ってはいるんです。それは非常に新しい視点ですね。こうスピードだけで価値を測るのか、なんか新聞ではそういうことをすごく日本的に批判的なことを言いますけど、決してそうじゃないんじゃないと私は思ってます。この点は私もちょっと持ち帰って考えてやっぱ感じるところありますし、とことん議論をする、結果を先に出すよりもその前の議論を十分するっていうことも非常に重要だった場合たくさんありますからね。時間というものもかけることっていうのは日本の良さだと思いますので。なるほど。という少し嫌なことだったかどうか分かんないですけど、いやいや、なるほど、はい、本当持ち帰ってそれやっぱりじっくり考えてみたいですね。同じように感じることが最近ありますね。スピードを求めるがゆえに、はい、なんか失ってるものもあると、まあ、やっぱり最後はそこのバランスだと思うんですけど、バランスだと思いますけど、うん、今日どうもありがとうございます。なんか少しでもお役に立てれば嬉しいです。ちょっとハプニングがありましたけれども、では皆さん、また次回もキュージェルームへお越しください。どうもありがとうございました。